おはぴよ、どうも、ひなぴよです。それでは本日も、君が死ね、多数決ですゲーム、続きやっていきましょう。前回は、ナオさんを見つけて、説得することに成功しました。なんで、2階フロアの方の奥の方、鉄格子があったところがなくなってたんで、その奥の探索に行こうって話なんですよね。で、メインゲームがそろそろ始まるんじゃないかと思うんですけど、どうなのかな？とりあえずこれを使いに行こうね。ご自由にお使いください。多分380と612なんじゃないかなと思うから、使いに行ってみようか。ほいほい。移動移動。おーおー、ナオさんとレコさん、いた。サラ！レコさん。ナオを見つけてくれたんだってな。よくやったよ。ありがとう。心配かけて、ごめんなさい。気にすんなよ。無事だったんだから。でもな、ナオ。私たちは仲間だろ。もう離れるんじゃねえよ。仲間。いやか。私のメイクが怖いなら落とすぞ。違います。嬉しいんです。そうか。いや、よかったよ、本当に。通路にはナオさんとレコさんがいる。私、皆さんに迷惑かけた分、頑張ります。ナオはもう大丈夫だ。ありがとう、サラ。いや、よかった、よかった。じゃあ、数字入れてみようか。380。はい。開いた。オッケーで、こっちも開けとこう。で、612でしょ？6、1、2、はい、開いた。簡単だね。いや、一応セーブして入ろうか、中に。ほい。では、行こうか。黒の部屋。なんだこれ。ちょっと一番気になるのは左下だから、ちょっと後で。大きな黒板には何も書かれていない。照明が黒板の方を向いている。じゃあこれ何？電動のシュレッダーが置いてある。書類などを細切れにする機械だ。中には紙くずが大量に入っている。どうだ、サラ。何か気になるものでも見つけたか？これが、なんだ、ゴミだけか。そんなの調べるだけ無駄じゃないか？この大量の紙くずから書類を復元するには、とても時間がかかるな。うん。僕、それ調べてみるにゃ。銀。銀はやる気みたいだぜ。私は終わるまで見守っておくよ。わかった。銀くん頑張ってね。銀は中を調べている。少しずつ、銀も元気を取り戻してきたのかもな。いや、よかったね。希望を捨てないでほしいよね、みんなには。生きる希望がある限り、大丈夫。で、レコさんが二人に分身しているところで、ここにもレコさんいるし、中にもレコさんいるからね、今。で、白の部屋も見てみようか。おーっと。これは何？伸びた鎖の先には手錠がある。なんだろう、これ。それにこの部屋、空気が重い。ここは良くないね。どういうことですか？なんとなく嫌な感じはわかります。教えてください。おそらくここで、誰か死んだね。うっすらと血の匂いがする。ほこりがついてるってことは、拭いたのは少し前だね。タイミング的には、そうだな、最初の試練、かな。意識すると納得してしまった。消しきれない血生臭さ。本能が嫌悪する空気。気持ちが悪い。吐きそうだ。想像するな。限界でしょ、サラちゃん。刑事さん。おまわりさん、この部屋隅々まで調べてみるよ。サラちゃんは出てな。しかし。おまわりさんを信用しなって。刑事さんに優しく背中を押されると、
そのまま私は部屋の外へ出てしまった。こんな何もない部屋で震えるなんて、植え付けられている死への恐怖を。そうだね。なんだあれ、数字変わってる。ドアの上には02という数字が表示されている。一体この数字は何だ。あー、今私が思ったことを言っていいかな。カードじゃないかな。これメインゲームで使うカードなんじゃないか、この鍵盤って。で、このカードをまだ拾ってない人が二人いるってことじゃない。で、ここの部屋の奥に来た時点ではまだ9人ぐらいがカードを拾ってなかったんだけど、今いろいろ調べて出てきた上でこうチェックしたら02になってるってことは、残り二人、あと誰か二人が拾ってないんじゃない。うん。で、2階フロアに戻るしかないか、今は。やあ、サラさん。ソウさん、それに、疲れてない？頑張りすぎも良くないよ。たまには休んでね。そうですね。休憩したいです。私も少し疲れました。サラさんがくたびれるとみんなも不安さ。美容にも悪いよ。でも、誰かに襲われるんじゃないかと思うと、落ち着いて休めないよね。サラさん、一人で一階に行くのは、やめた方がいいよ。ですが、さ、ジョー君は、親友なんだよね。え？いや、ジョーは親友ですよ。はい。ちょっとバカなところもありますけど、すごくいいやつです。そっか。サラさんは、ジョー君を信頼してるんだね。ジョーが、どうかしたんですか？サラさん。ソウさんは極端に私に近づき、小声で語りかけてきた。あの時の多数決、覚えてる？え、忘れかけていたこと。いや、忘れようとしていたことだった。二の試練。三島先生が亡くなった、あの多数決。自分の投票を除けば、三島先生が3票、蒼さんと奈緒さんが0票、他のみんなが1票ずつ。もちろん、あんなのは何の意味も持たない投票だ。僕は、ジョー君に投票したんだよ。は？ジョー君が三島先生に入れたって言いたいわけ？ソウ君。うん、まあ、なおちゃんが、その三島先生に入れるのは、その、まあわかるんだけど、ジョー君が三島先生に入れる理由もわかんないし、ソウ君が三島先生に入れる理由も正直わかんないから、まあ、とは思ってたけども、ソウ君はジョー君に投票したのね。つまりは、ジョー君が三島先生に投票したっていうことをソウ君は言いたいんだよね。この意味、わかる？ごめん、混乱させちゃったよね。僕たちもう行くね。また後で。ジョーは、自分に投票していなかった。うわぁ、混乱させてきたな、ソウ君。ちょっと、なんてこと言うの？私、ジョー君には、もう、多大なる信頼を置いているのよ。やめてよね。もう、お風呂入りたいんだけど。でも、ここが、お湯抜けちゃってるから、こっちにしか行けないよな。お湯、入りたい。ダメ？またボトルにお湯入れとこうじゃ。絶対もう使わないと思うけど。鏡の部屋ももう多分意味ないでしょ？で、一人で一階に行くのやめた方がいいよって言ってたけど、
行くしかなくねって思うんだけどな。ちょっと一回もう一回通路奥行ってみようか。うん、02のままだよね。そうだよね。では、広間行ってみようか。なんかあるかな？あ、ジョー君いる！ジョーは疲れた様子で椅子に腰掛けている。手元の何かをじっと見つめている。声をかけてみる。バレないように背後から覗く。わっと脅かしてみる。背後から覗いてみようかな。紙切れか？なんかカードのような。うわ、そうじゃん、やっぱり。サラちゃんが持ってるあの鍵盤のカードと同じようなカードをジョー君も拾ったんじゃないかな。まさか。うわ、びっくりした！サラか。何を見てるんだ？これ、内ポケットに入ってたんだ。これは、そこには、私とジョーと涼子の三人で撮った写真があった。カフェで談笑する、優しい時間の流れている写真だ。涼子に会いたいか？私は写真写りがいいな。ナルシストだな。ちょっともう、今ちょっとうるっときちゃったな。涼子に会いたいか？ああ。会いてえな。やっぱり、ジョーを疑うなんてありえない。ソウさんはきっと、疑心暗鬼になってるだけだ。ふと思い返した。ジョーは、私の家に来たせいで事件に巻き込まれたんだ。まっすぐ帰ってれば、ジョーは今頃普通の日常を過ごしていたんじゃないか。今更だった。自分のことで精一杯だった。ジョーの境遇まではちっとも。あの日、初めて涼子ちゃんとデートしてさ。緊張して全然喋れなくてよ。なんとなく、サラの話になったんだ。え？覚えてるか？サラがカラーコーンに座ろうとして、尻を痛打した大爆笑の事件。あ、誰にも言わないって約束したじゃないか。めっちゃ話が進んでよ。そんで、俺と付き合ってくれた理由を、なんとなく聞いてみたんだ。え、なんでって。だってさ、俺のことをそんなに知らなかったよね。そんなこと？だって、サラの友達に、悪い人、いないじゃん。笑っちゃうよな。だって、俺も同じこと思ってたから。ジョー。涼子ちゃんと結託したんだ。サラを泣かせる奴は、俺たちが泣かすって。やばい、泣いちゃう、泣いちゃう、泣いちゃうって。ずるいってだからよ。そんな泣きそうな顔、やめろって。だって、ジョーは。俺がサラを泣かせたら、涼子ちゃんにぶん殴られちまうだろ？そうだな、ジョー。お前には、私をしっかりと守ってもらわないとな。おう、カラーコーンを見つけ次第、撤去いたしまーす。それは記憶から消してくれ、絶対。もう、涙が。これさー。いやー。ジョー君、大丈夫かな。ちょっとフラグに見えちゃうんだよな。絶対嫌なんだけど、頼むぜ。おい、一応待って。そうだ、ジョー君にもう一回話しかけとこう。ジョーは椅子に腰掛けている。俺も少し休んだらまた探索に戻るよ。オッケー、ゆっくり休め。さあ、他の、おーっと、ゴンベイちゃん。おい、地道院、サラ。
2階が騒がしいようだが、何かあったのか。え？様子を見に行きます。様子を見てきてください。様子を見に行きますかな。見に行ってきます。ゴンベイさんは。ふん。ここに残る。放っておこう。わかった。ちょっと見に行こうか。ちょっと涙が、止まんねえ。2階が騒がしいって言うけども、通路奥かな？あ、ゼロになってる！開いてる！赤い扉は開かれ、真っ白な光が照らしている。扉の上のカウントがゼロになってる。あ、全員カード拾ったってことかな。2階にいたみんなは、まさかこの先に。やめよう。ちょっと待って、中の様子伺いたいけど、ここにはまだいる？あ、いるわ、銀くん。あー。黒の部屋しか行けないもんね。あー、じゃあ、覗いてみようか。中の様子伺おう。中に入るのは危ない。少しだけ、様子を。注意深く頭だけ部屋に入れて様子を伺う。すると、ドンと背中から誰かに突き飛ばされた。な、そのまま、私は気を失った。メインゲーム会場か？は？なんだここ。ホエミーが笑ってやがる。微笑んでやがる。あー、なんか美味しそうな料理並んでるし、どこから調べようかな。料理かな？豪勢な料理が並んでいる。あと、これしかないか、調べられるの。画面には、ホエミーの姿が映っている。皆様、ご機嫌いかがでしょうか？ホエミー！私に何をした？他のみんなはどこだ？他のみんなはどこだ？この映像は事前に撮影されたものです。話しかけてもお答えできませんので、あしからず。この度は、メインゲームへ参加していただき、誠にありがとうございます。メインゲーム？やっぱりか。この部屋は参加者のために用意された控え室。最後の晩餐ルームです。ゲームまで料理を堪能していただくのもよし、作戦を立てるのもよし、お好きなように活用ください。何を言ってるんだ。メインゲームを無事にクリアできた方は、次のフロアへと進むことができます。やったね。急に発音がいいね。はい。なお、メインゲームが始まっても、控え室をお出になられない方は、ペナルティとして死んでいただくことになります。ご了承ください。次の、フロア。メインゲームのルール説明を行いますので、皆様、探索の際に手に入れたカードを手にして、この画面をタッチしてください。あ、カード。やっぱそうでしょうね。そうだと思いましたよ。ちょっとセーブします。もういちいちセーブしちゃうね。で、タッチしますか。はい。これを持って、はい。カードを手に取りましたね。それでは説明を始めさせていただきます。ルールの基本は至ってシンプル。多数決で1名を選出し、その者が死ぬ。以上です。何がシンプルだ。多数決は2度に分けて行います。一度目の予選投票では、全体人数の半数が候補者として残ります。現在、11名が生存しているので5名ですね。なるほど。まずは半分に絞ると。この中から決選投票を行い、最終的な犠牲者が決定されます。つまり、11人から5人、1人と徐々に絞って、犠牲者を決定するわけです。もちろん。候補者に残らなかった方も投票自体は参加していただきます。しっかり自分たちの意思で殺してくださいね。やめろ、やめてくれ。しかしこのゲームには穴があります。我々は意思なき運営を好みません。じゃんけんなどで公平に犠牲者を決定するなんてくだらないことは禁止です。そこで皆様、カードを出してください。カード。
カードは4種類の役職があります。ああ、やっぱ人狼ゲームみたいな感じなんだ。一つ目は平民。これは何の力も持たない意味のないカード。二つ目は鍵番。なんと犠牲者に選ばれてしまうとみんな全滅してしまう恐ろしい役職。あらまあ、じゃあ私が選ばれちゃダメなんだ。鍵番は私のカードだ。三つ目は賢者。聖なる占いの力で鍵番が誰なのかを知ることができる超ラッキーな役職です。持ってる方おめでとう。四つ目は身代わり？身の代？どっちかしら。身代わり。なんと、このカードだけは犠牲者に選ばれた時だけ生存できる不思議なカード。つまり、選ばれなきゃ死んでしまいます。ただし、良いこともあるんです。なんと、身の代だけ投票権を2票持ってる上に、勝てば、好きな人1名と一緒に、生きて脱出できるのです。まあその場合、他の方は全滅になりますので、頑張ってください。鍵番、賢者、身の代が1枚ずつ、他はすべて平民になっております。しっかり覚えましたね。待てよ。これって、もしかして。つまり、最低でも2名が死ぬことになります。皆様、死なないように頑張りましょう。そういう、え？なんで？最低でも2名が死ぬ？ちょっと待ってよ。身の代が選ばれたら、全滅か。あ、そういうことか。他の人が選ばれて、でもそしたら身の代は死んじゃうのか。ってことは身の代は、私たちが生きようとすれば、死んでしまうんだ、必ず。え？誰よ、身の代を。ちょっと待って、かわいそうだよ、そんなの。ひどいよ。なんでそんなことするんだ。そんな、その時、聞こえた気がする。隣の部屋から、誰かが倒れるような、大きな音。嫌だなぁ。進めたくねぇ。なんで、一人目も二人目ももう、いやもう、一人も死んでほしくないのになんで二人も死ぬんだ。うわぁ、きついなぁ、これ。そうね。あとこれどうしたらいいんだい？ちょっとセーブしますか。あー、どうしたらいいんだ、これ。メインゲーム開始までまだ時間があります。この場で自由にお過ごしください。どうしたらいいの？豪勢な料理が並んでいる。食欲なんて、湧くわけがない。結局、自分たちは誘拐犯の手のひらの上だ。彼女らの意思一つで、首は飛ぶ。おそらく、手口なんてない。気が済むまで、もてあそばれて、死んでいく。だったらもう、このまま。不思議なものだ。死を何度も身近に感じた。もう、怖がる隙すらなかったのかもしれない。私は、死にたくない。この後に及んでも、まだ前に進みたい。自分の前向き加減が嫌になる。やるだけやろう。私がしくじったらみんなが死ぬんだ。この最低なカードが私の背中を押している気がする。私は少しだけ水を飲んで
時間が来た。時間になりました。皆様、画面向かい側の扉から会場へお迎えください。健闘を祈っております。くそ、なんなんだよ誘拐犯側の目的はよ。もう全員助かる方法ないのかな。無理か。メインゲーム会場行くか。目の前には腰くらいの高さの奇妙な机が並んでいる。うん、来たね。刑事さん、お前ら早かったな。どいつもこいつも青ざめやがって。なんでこんなこと。絶望的なゲームが始まる。それでもやるしかない。あら、意外と参加するじゃないですか。おえみ、くさん。皆さん、あの机をよーく見てください。なかなか面白い仕掛けなんですよ。世にも奇妙な逆さ砂時計です。この砂時計が全て上に行った時、話し合いは終了です。予選投票までは70分、その後決選投票までは20分話し合いができます。それでは話し合いを始めましょうか。待てよ、カンナが、カンナがいねえ。あら、こんなに楽しいことに参加しない人もいるんですね。ちょっと待って、カンナは絶対に来る。時間は有限です。彼女はそっちを選択した。それまでです。サラさんは、選択を間違えてませんね。私が、選択を、間違えた。それでは、メインゲームを開始します。皆様、好きな机の前に立ってください。私たちは、急かされ机に向かった。それでは、用意はいいですね。これよりメインゲームを始めます。待ってください。カンナちゃんでしょう。来たね。あの私も。カンナ。歓迎しますよ、木槌カンナ。後悔は参加してからすればいいのです。楽しい楽しいメインゲームの始まりです。候補者の選出。非常に重い空気が場を支配している。違う、今までの話し合いとはまるで別だ。では簡単にルールのおさらいをしておきます。話し合いの中間で予選投票、話し合いのラストに決選投票の計2回多数決を行います。予選投票では5名の候補を選び、決選投票で1名の犠牲を決定します。決定した犠牲者がカギマンなら全員の敗北、全員が死にます。犠牲者が身の代だった場合は身の代の勝利、好きな人1名と一緒に脱出できます。犠牲者が平民か賢者の時には選ばれた者と身の代が死にます。そうそう、
一応机にルールブックを置いておきました。皆さん、アイテムとしてお使いくださいね。以上です。あとはお好きなように、時間を使ってくださいね。ホエミーは静かに椅子へ座った。こうして、静かに、静かに、メインゲームが始まった。はい。ということで、今日はこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ついに、メインゲームがスタートしますね。最低2名か。いや、全員嫌だな、本当に。私、三島先生がいたところがゴンベイさんになってるのも、なんだかな。なんか切ない気持ちですけれども、誰が選ばれても、苦しいだろうなと思いますね。でも覚悟を持って臨まないと。サラちゃんが死んだらみんな死んじゃうからね。次回気合い入れてやっていきたいと思います。ではご視聴ありがとうございました。おつぴよです。